ドベンチャー、ギミックと焦点、ギミック突破に必要なスピリッツが手持ちにない、そんな時は焦点へ。 CM 入った CM。 ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、はい、今回はガーディアンで、相手がスーパーアーマー、ひるみにくく、蓄積ダメージが低いと吹っ飛ばない、体力戦乱闘、相手の HP0 で撃墜、相手は通常必殺技をよく使う、ということということです。あ、ってことで、あれだ、ファイターをね、カービィから解放したばかりのマリオでやっていきたいと思います。よし、いくぜ。どんな感じかな。あ、そっか、スピリッツ、スピリッツもこれでいっか。いきます。ジャイアントロボット、ん、これは巨大ってこと。あ、でかいね、でかいね。あ、じゃあこれの名前はロボットなの、ただ単に、そういうことですか。あ、何今の、なんか炎みたいなんださんかった。じゃ、やめてやめてやめて、そんなギリギリで戦わないでって。え、マリオってあれなのか。ちょっと今更ながら今更ながら、え、私アイテム持ってないよね別に。持たなくてもできるの。そこのアイテム私置いたいんだけど。あ、間近で撃って、あ、やったねまああれか、体力制やけんね。はい、ガーディアン獲得、武器耐性強化、打撃武器から受けるダメージが減る、チュー、お、チューやっていいやん。よきよき。アドベンチャー、ギミックと焦点、ギミック突破に必要なスピリッツが手持ちにない、そんな時は焦点へ。 CM 入った CM。 で、これが十字路の先にファイターが一人ずついる、助けられるのは今は一人だけのようだ。あ、この3人の中から選べと。こっち来いよって言われて、マルス、村人、シーク。これは、どうしましょう。とりあえずじゃあ、シーク行こうか。アタッカーの属性、アタッカーには攻撃、防御、投げ、無の属性がある。相手の属性が攻撃なら防御、うん、防御属性を持つアタッカーが有利。あ、一応なんかこう3すくみのやつがあったりとかするんよね。倒すとファイターが仲間になる、母体を支配から救い出せ。ということで、いきます。これで解放されるわけだね、シークが。確かね、こっちの方に行けば、静江さんが解放されるみたいなことを、誰かが言っていたの。多分最終的には全員解放されるんだろうけど、多分って確実に。だろうけど、まあ、やっぱりできるだけ早い段階で解放したいじゃないですか。ということなので、どこまで行けばいいんかはちょっといまいち分かってないけど、そうしたいと思います。コイン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 しかし速攻で戻ってくる。ふんなし、この攻撃超気持ちいいんやけど。あ、待って、また中やったね最終的には必殺技ではなくアイテムでやっつけるっていう。はい、シーク参戦。よっよき。アドベンチャースキル。スキルのかけらを置くだけで様々な力をつけられる。メニューのスキルツリーでまずはやってみよう。あ、そういうのもあるんやね。キラー。自分自身が巨大なキラーになって突進攻撃をする。なんかこれ上から降ってきよって。え、自分自身がってことは違うのか。あ、ね、なんか巨大な手が。なに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 。あ、こっちにはもう行けなくなったっていうことか。なるほどね。メタルソニック、何初めて見たんだけど。体力差で制限時間ありの乱闘を時間内に倒せ。メタル化した相手が登場。相手がロケットベルトを装備。噴射で上昇。めっちゃ飛ぶってことすごい簡潔にまとめた。簡潔にまとめたけど。え、ソニックかっこいいなぁ。いいね、いいね。めっちゃ小さい頃にソニックやりよったけど、みたいなメタル化しとる。こっち。ほんとや。飛ぶんやね、それで。でも、それで飛んで何なの。くや。くわ。来いよ、来いよ。全然かかってこいんやん、こいつ。時間制なんやろ。お、速攻。速攻。え、大丈夫、ソニック。君の見せ場が。
メタルソニック走行強化。あ、やっぱソニックやけん。ソニック早いよね。あれゲームしよってもなんか目が追いつかんもん。1991年稼働のアーケードレースゲーム。レースゲーム？そうなんや。え、車？そうだったの。初めて知った。こっちに行くとラビッツマリオ、こっちに行くとドクタークライゴは誰？わかんない。ちょっとラビッツマリオにしよう。ジゼイさん遠ざかったかな。アイテム固定射撃系。相手がレイガンを持参。一発は弱めだが連続で食らうと危険。あれレイガンって言うの？なんか鯉のぼりみたいやね。行きます。ウサギマリオ。めっちゃなんかコメディアンみたいな格好しそうやけど。あれか、レイガン。なるほど。あ、上に上がってしまった。あ、これはあれか。横スクロール系なのね。なんか出てきたよ。あ、取りたかったけど取れない。取れない。あと、私にもアイテムを。これは。あ、投げ捨ててしまった。投げ捨ててしまった、速攻で。ちょっと待って。はい。華麗なるジャンプ。何かしら炎を出したっぽい。解放ラビッツマリオ。ジャンプ強化。意外とちょっと強いね。1600あったよ。あ、このはパワーっていうの？シールド削り。スピリッツの防御力はシールド性能にも影響する。お、そしてこの先は、忍ぶ。誰かわからんけど可愛い。相手はアイテムに気を取られやすい。奪い取れ。奪い取れ。え、てかさ、アイテムがどうのっていうのは、もうこれでいっか。これでいっか。頑張ります。まあ、なんかちょっと、忍びのものっぽい感じやけんしいくってことかな。ってことは、こっちで向かってくるよりも、え、なんもシークじゃないんやけど。びっくりするぐらいシークじゃないんやけど、何あのブサイクなの。ミーですか？あ、いいね。え、これ何回、いや、ちょっとやめて。あ、何回でも使えるんかと思ったら大量に出てきよんか。なるほどね。ちょっと待って、私、ここは横スクロールじゃないのね。お互いに、お互いにキラーになるパターン。これはどういう感じで飛んでいってんの？くっ、あ、イエイ。真下からの。いいね。忍ぶ解放。これはなんか特に何もない。まあ、パワーだけでいくってことかな。ゴールデンハンマー。稀にピコピコハンマーになる。稀に。大体は何なん？さあ、これで、お、なになに？塞がれる、どっか。ああ！橋が！橋が壊された！そっちには行くなと。え、あっち行ったらなんかあっという間に何かしらね、解放できそうやのに。通れない場所。先に進むために職人たちの助けがいる。特定のスピリットを連れてきて道を切り開け。何それ。え、なんかボンバーマンっぽくなかった。あ、これでお、いけたやん。そう、私、あの、動画外でさ、あの、改造くんとリサさんのアミーボをね、読み込んでたんだけど、あれでいけるんや。なるほど。はい、ピクミンシリーズ、イモガエル。相手は上必殺技をよく使う。いきます。でででで。でで大王。あ、色違いなんやね。この腹巻きかわいい。え、3匹 ?3 匹来るの。キキって数えるのかわかんないけど。ちょっと待って、見えない見えない見えない。ボリュームがすごくて見えない。これアイテム違う？ね、なにこれ1って書いてるの関係ないんかな。特に、特になんでもないんかな。で、ちょ、何が起きてるのかが全くわからん。ね、あのなんか口開いとるやつ。お、待って。あー、待って、私が取りたかったやつそれ。そのブーメラン。やめてよ。びっくりした、私が使いようかと思った。あ、これなんかあるよ。あ、これ使えるやつなんや。アイテムなんやね。どういう使い方かが全くわからんけど、待って。ブーメラン、ブーメラン。ほいやって、え、なくなった。しかしなんか飴を取って、あ、あるやん、あるやん。これなんか上方向にも投げれるのいいね。あ、なんか次々、あの鼻の中にできてくるね、あのアイテム。なんなんやろ。お、口の中に行けよ。そして、ケイ、行
どういう状態かちょっとよくわからんかった。せっかくの必殺技なんか不発で終わらなかった。大丈夫？おっと、危ねえ。あ、食べられた？もしかして食べられた？お、ステージ強風軽減。強い風が吹いても飛ばされにくくなる。よき。手持ち呼び出す。呼び出すでのみ得られるスピリットがある。逆引きすれば。逆引きすればなんだ。でもこれでもうすぐまた何か解放できるね。ヒット。誰？あ、ゴルフ？ギミック強風。あ、早速使えるやん。ステージ全体に強風が発生。ファイターが飛ばされる。相手はアイテムに気を取られやすい。奪い取れ。ということなので、まあ、ここはもちろん編成していくでしょう。さっきゲットしたのどれだ？芋ガエル。あ、これ、ん？違う。あ、これや。芋ガエル。はい。ステージ強風軽減。で、アイテム引き寄せ。からの、どうしましょうかね。まあ、どれでもいいかな。あとはどれでもいいかな。まあ、別に何もマークついてないしね。ジャンプがそのままになる状態。ジャンプした後落ちる速さがゆっくり。わからん。とても素早い。ブーメラン持参でバトル。この辺やっとこう。あ、でもブーメラン飛びそうやな。まあ、いっか。はい、行きます。行きます。マリオ軍団。軍団？あ、マリオかける4。なるほど。ステージ全体に強風。でも、強風軽減のつけたから大丈夫でしょう。ブーメランどこ行った？あ、持ってる。戻ってきてる、ちゃんと。へい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 。いやー。弾き飛ばしまくる。てい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 。いってい。偽物たちめ。ほら、もう偽物ってわかりやすく、めっちゃ色が、キャー、ちょっと待って。吹かれる。風に吹かれる。戻ってくんなよ。お、戻ってくんなって。だってこっちから風来よるはずやろ。逆らってくんなよ、風に。ああ危ね。そしてなぜか野球ボール。来いよ、来いよ。あ、ボール当たった？ボール当たった？体力強化。自分の体力が増えた状態でバトル開始。オッケー。ポポが掴まれた時、アイスクライマー。ポポが掴まれると7は、あ、そういう感じなんや。なんか連動するんやね。はい、ここは誰でしょう。プリン！倒すとファイターが仲間になる。母体を支配から救い出せ。よし、行こう。頑張っていきます。いや、いいね。ポケモンの音楽。ポケモンと飛び盛りの音楽めっちゃ良き。非常に良き。ほい。時はへの道、まさらより。ふわ。いや、しかし、目が怖いよ、プリン。やっているようで、私がやられている。はっ！やめて。やめてよ。さっこい。飛ばし。あー、私のブーメランなくなったけど、バナナの皮。バナナの皮って投げつけるものなのか？ちょっとよくわからないけれど。さあ。もうこのふわふわ戻ってくる感じね。来いよ来いよ。へえ。来るか。手や。くそ。燃やす。からの銃だ銃。来い来い。はっ。てて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 てはっ。飛ばしー。なんか銃とかはね、上向いて撃てんけんな。来い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 。銃を直接投げつける。まさかの直接投げつけての攻撃。物理的だね。お、なんか来そう。お落ちていくんかと思った、そのまま。ほいよ。あれやね、マリオはもうなんかファイヤーフラワーとか間違えた。あっち行った。踏めあれを踏めよ。あの爆弾なんかな。あれはちょっと不発で終わってしまったけど。プリン参戦。よき。いいね、プリンかわいい。強さとご褒美。弱い、あ、強い相手にはパワーを高めて挑め。ただし弱いセットで勝てればご褒美アップ。
Y ボタンを押すだけで敵に合わせたスキルや強さにセットしてくれる。私には最適な感じのやつやね。はい、プリン解放。あ、そこが、プリンにどんな力が。なんかわからんけど。あ、なんかあそこに宝箱あるやん。あ、向こうにもあるな。こっちの方、こっちの方がなんか宝箱の、すぐ近くって感じ。ファイ。剣などの相手の打撃武器がパワーアップ。離れて戦え。相手のチャージ切り札が時間経過で溜まりやすい。素早く倒せ。お。スピード重視。じゃあ私に向いてない感じな気がするけど。頑張ります。ファイって見たことないんやけど。あれもゼルダシリーズの子なの。へい、来い。は。ほく。来い。くそ。へい。あのまま攻撃が続き、もっと続けれたらな。と、私は思うのだけれど。は。来いよ。来い、一個だけやった。一個だけやったぞ、来い。は。へい。あのまま放り投げたい。戻ってくんなし。あ、剣ある。やめてー。いい。お、なんだなんだ、来ないのか。剣を投げつける。しかしね、今アイテム引き寄せ持ってるから、だから戻ってくるんだ、私のところにアイテムちゃん。あ、なにそれ、今のなに。相手のアイテムを気にするやつ。足のさ、切り札ね、全然たまらんのよ。なんか溜まりやすいスピリットみたいなのないのかな。あ、これはないのか。相手が倒れていても関係なく攻撃する、めっちゃ嫌なやつ。くっ、やめてください。あ、だってさ、あ、うっ、これ相手のや、やばい、やめて。あーっと、ダメだ。うおー、よけれた。あー、よかった。あぶねえ、あぶねえ。今の決まっとったら最悪やったね。ちょ、あとはさ、あ、ちょっとやめてやめてやめて。くっ、来てんじゃねえぞ。くそ。えい。あとは私の切り札がさ、溜まってくれさえすれば。へい。溜まってくれさえすればいいんだけど。ちょ。くそ。溜まれよ。マジ溜まれよ。2本目の剣来た。ほい。あ、ダメだ、離れすぎたら撃たれる。やめてくれる。やめてくれる。あーあー、これいけるやつやろ。あ、ダメじゃん。え、いけた、どうだ。ダメやん。くっそ、もうちょっと見極めてから使うべきだった。つらい、つらすぎる。早く私に吹っ飛ばされてしまえ。危ない。おっしゃ、いけた、びっくりー。はぁ、ちょっと必殺技、切り札か、決まらんかった時どうしようかと思った。はい、解放ファイ、通常必殺技強化、通常必殺技の攻撃力アップ中。なんかめっちゃ苦労したんだけど。無理かと思ったわ、一瞬。被ダメージ 30%。最初から蓄積ダメージ 30% からってこと？それは何なんやろ、一体。はい、そして宝箱。音楽森ステージ、カービィのエアライド。どう森かと思ったら違うんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、でもだいぶあれじゃない、復帰ができるようになってきたんじゃないかなという、そこが一番の進歩。